はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第16弾お送りします。で、今回はね、実際に受験でね、出された問題なんですが、12問、少しね、多いんですけど、12問ありますので、ぜひね、ここで動画を一回止めていただいて、この問題チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に、わかんないのとか、不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ、下げますんで、お待ちください。いくよ。よいしょ。はっ、あ、行き過ぎた。ちょっと待ってね。この辺でいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、いつも通りね、問題文、外してしまうんで、まあ、Twitter の方にもね、貼っておきますので、もし使うようだったら見てみてください。よいしょ。じゃあ、ね、行きましょう。で、今回自分4分7秒だったんですが、1問ミスりました。最後の12番ですね。普通に計算間違えました。はい、という感じで行きましょう。じゃあまず最初はね、まあ、計算なのでサクサクいきます。マイナス4プラスマイナス3なので、まあ、マイナス同士だからマイナス4と3増やして7。よいしょ。で、次ですね、自分2番は2回やりました。もうほんと分数の計算ミスが多いんで、自分ね、なんでまあ不安な方とかはね、何回かやるといいと思います。これは分母35に通分なので、35分の5をかけたから5、こっちが35分の7かけてるから14。で、分母は変わらずで、上がマイナス5プラス14だから9。で、これは約分ができないので、これで終了と。で、3番、よいしょ、3番が、これは普通の割り算なんですよね。で、まあ、多分ね、このまま普通に暗算する方の方が多いと思うんですけど、まあ、自分がよく使う方法で割り算なんで、こう割るの後ろが下に来て、まあ、最初のこの項が上に来ると。こんな感じでね。で、約分するみたいな。やると数学苦手な方なんかは分かりやすいのかなっていう印象はあります。例えば8と16なんで約分して2が残るでしょ。で、A と A は消えるから両方消える。で、B は上が2個で下が1個だから、1個ずつ約分して、まあ、2が1に変わるから、2を消せばいいよね。で、残ったのが2と B。で、分母。下は全部なくなってるので、まあ、1だから関係なし。つまり、答え、2B ですよっていう。よいしょ。まあ、こんな感じで、もちろんね、普通に暗算してもらって構わないんですが、まあ、この辺ちょっとね、計算ミス多いなとか苦手と思う方は、こんな感じで解いてもいいかなと思います。よいしょ。はい、次、ルートですね。で、ルートは、まあ、いつも言うように、ルートの中身が出せる、ほにゃららルート、ほにゃららに直せるものは先に直してしまう方が楽です。まあ、直さない方が楽なこともたまにあるんですけど、まあ、基本的に出しましょう。で、54、は、黒く50しか。ちょ、上書こうか。9×6 だね。で、9が3の2乗なんで、3が出てきます。つまり3ルート6。で、分母、下にルートがあるときは有理化します。で、有理化のやり方は、まあ、ピーって伸ばしてあげて、分母と分子にこのルート6をそれぞれかけてあげる。こうやって。で、ルートっていうのは同じものをかけるとルートが消えて、これ6が出てきます。だから出てくることによって、6と42が約分できるんです。よく自分、ルートの中の世界と外の世界って話をするんですが、これルートがついてない外の世界。だから、ここで約分ね。これを6とルート6で約分はできないです。中の世界と外の世界は関係ないんでね。で、やると、7だね。つまり、マイナス7ルート6になります。こっちがね。で、ルート6同士揃ったんで、3-7すると、マイナス4でルート6くっつけて、これで OK。といった感じです。で、ここのね、都道府県の問題はすごい計算が多くって、まあ、8番まで基本的に計算なんですよね。で、この辺の出し方は結構珍しいんですけど、まあ、普通にまずやっていきましょう。で、5番はまず計算。なので、左のここと右のここをそれぞれ展開します。公式使って。で、まず左行くと、x2 乗、足したもの x だからプラス 5x、この2つをかけたものっていう感じ。これ左、公式ね。で、
右の2乗は、じゃあ先書きましょうか。x2 乗で、次はプラス 8x で4の2乗だからプラス16ですね。で、おそらくこの問題出題した人、何のミスを誘ってるかっていうと、このマイナスなんですよね。これを間違って、こう書いてしまうと間違いになります。何が間違いかって、マイナスカッコ、これ展開したんだから、こうカッコつけないとダメなんだよね。こうやって。カッコをつけて、マイナスを全部の項に配ってねっていう。つまり、マイナス x2 乗、マイナス 8x、マイナス16になります。で、それで計算すると、まあ、x2 乗消えますよね。下入るよね。ちょっともうちょっと奥か、こうか。消えて、マイナス 8x だから、5x とくっつけると、マイナス 3x。マイナス16とプラス6くっつけると、マイナス10で、これで終了です。いいかな？よいしょ。で、次が因数分解だよね。で、これの因数分解。まあ、受験で見るのは結構個人的には珍しい印象なんですけど、ここがテストの範囲とかに入ってる時はよく出てきますね。で、これは、さっきみたいに2乗で公式で展開します。マイナス7を配って配って全部整理してから因数分解でもできます、もちろん。それでも OK なんですけど、ちょっと時間がかかってしまうので、1個の技を覚えてください。で、その技に気づく、まあ、ポイントとしては、ここの括弧の中身が、あ、同じだって気づいてほしいんです。ね、同じでしょ。で、これを文字を使っておきます。じゃあ今回 A 使おうか。ラージ A。大文字の A だね。いいかな。今 A を x-5。まあ、x-5 を A って置きます。そうすると、式が、ラージ A の2乗で、マイナス、7a プラス12って変わりますよね。で、この a とか使うの違和感あると思うんですけど、普通に公式で因数分解します、これを。で、どうなるかっていうと、まあ普通に x だと思ってやってください。かけてプラス12、足してプラス、あ、マイナス7になるコンビだね。マイナス4とマイナス3か。これかけたらプラス12で、足したらマイナス7ですもんね。で、こうなりましたっていう。でも、因数分解しろって言われてるから、これで OK な感じもするんですけど、ラージ A って自分で勝手に置いてしまったものなので、これで終わらすと×です。×ね。じゃあどうするかっていうと、ここまでしたら、最後にこのラージ A、ここね、この2箇所に x-5 を戻してあげます。そうすると、ここ。x-5-4 になるから、計算すれば x-9 になります。こっちもそう。x-5-3 だから、x-8 となって、これで終了です。因数分解だからね。最初に言ったように、展開して、配って、全部まとめてからやってもこれになります、ちゃんと。それでも構わないんですけど、こっちの方が時間が短くて済むので、もしできそうであれば、こっちの技ね、覚えてください。で、次が、まあ、これはね、x2 乗に係数くっついてるんで、5がね、まあ、ほぼほぼ解の公式でいきます。なので、x イコール 2a 分の2と a、5をかけて、10分のマイナス b だから、このマイナス3の符号を書いて、3、プラスマイナス、ルート b2 乗マイナス 4ac。b がマイナス3なんで2乗すると9。マイナス 4ac。マイナス4かける5かけるマイナス1なんで、プラス20になります。で、ルートの中ちゃんと計算すると、10分の3プラスマイナスルート29で、これルート29がね、外に出すものがないので、これで終了となります。よし、ガンガン行きましょう。で、次が、x が 3-√7。書いてくれたね。ごめんね。x が 3-√7 か。この時、この値求めろっていう。で、もうね、第16弾まで来てるので、最初から見ていただいてる方なんかは、お、来た来たと思っていただけるかもしれないんですけど、この問題は基本的に、このまま代入するとちょっとめんどくさいので、一回これを因数分解します。そうすると、これ因数分解するとこうなるんだよね。これこう変わる。
で、してから代入します。してから代入。そうすると、じゃあ、あえてちゃんと入れてみようか、x のところ。3マイナスルート7マイナス3ってなるよね。こうなる。で、これね、3とマイナス3消えるんですよ。こうやって計算すると。つまり、マイナスルート7の2乗しか残らない。で、これどういう意味かっていうと、マイナスルート7かけるマイナスルート7って意味ね。カッコの外に2乗があるので、カッコ丸ごと2個かけるっていう。で、マイナスとマイナスかけるからプラスでしょ。で、ルート同士、さっきやったね。ルートって同じものをかけるとルート外れるんですよ。だから、結局、7のルートが外れて、7だけ残りますっていう。これで終了となります。という感じで計算ゾーン以上8個です。で、まあ、四種に関しては、最初の方は計算のみだったんですけど、今はね、いろいろ増やして、こうやって問題数増やしてるんですが、ひとまず数学苦手な方でも、この8番までは絶対にできるようにしてください。本当の四種です。四種の中でもね。もちろん右も取ってほしいんですけど。では、9番いきましょう。で、この問題はですね、変化の割合なので、前回の四種でも出てきましたね。15段の時にも。今回は、y イコール ax2 乗。で、x がこっからここ、マイナス3からマイナス1に変わる時の変化の割合がマイナス3でしたって言ってくれてる。で、二次関数です。二乗ついてるからね。二次関数の変化の割合は必ず、x がほにゃららからほにゃららってのは与えられます。絶対セットで言われる。で、出し方は、ここを足して、これをかけるんです。x2 乗にくっついてる係数ね。今回 a ですけど。だから、足すとマイナス4だよね。で、それに a かけるから、マイナス 4a。これが変化の割合なんです。二次関数だとね。で、今、これがマイナス3って言ってるから、イコールマイナス3で、あとこれ解くだけです。いいね。で、これ解くと、A イコール4分の3となってこれで終了です。で、これはよくね、文字にくっついてる数字、つまりマイナス4だよね。が下に来るからね。つまりマイナス4分のマイナス3になるから、マイナス同士打ち消して4分の3みたいな感じでやってください。で、確率ですね。で、確率が、大丈夫か。確率がですね、まあ、1から6までの、まあ、サイコロを、まあ、同時に1回投げるとき、あ、2個ね、2個投げるときに、出た目の数の和、まあ、足したものが9以上にならないものを探します。で、まず大事なことが、右かけるかな。ちょっとここに書いていい？ごめんね。右ギリギリか？大丈夫か？いけ！サイコロ、2個、あ、入ってるね。って言われたら、もう分母36です。6636。これ暗記してください。サイコロね。2個投げるとか2回投げるっていう問題は。で、あとは、じゃあ該当するものを探すんですけど、これね、9以上にならないもの。つまり、和が、まあ、1から8ですよね。1はないですけど。それを全部書き出しても OK です。例えば、1の時、11OK、12OK、13OK、14OK、1516みたいな。で、全部 OK なんですけど、1の時っていうのは。で、探して数えてもいいんですけど、ちょっとね、今回は楽な方法を取ります。で、どう取るかっていうと、9以上にならないっていうの。で、全部で36通りって分かってるから、じゃあ逆に、9以上になるものを探しちゃおうぜって。いい ?9 以上になる。以上になる時を探してみようと。で、そうするとさっき言ったように、1の時はないんだよね。で、2の時も26が最高でしょ ?26。8じゃないですか。ならないですよね。で、3から書き始めると、3、6しかないんですよ。これ足したら9だから。で、4の時は、4、5、4、6ですよね。9と10だから、9以上になってる。で、やっていくと、5が5、4、5、5、5、6。で、6の時が6、3、6、4、6、5、6、6と。だから9以上になる時っていうのは、この10通りしかないんです。10通り。ってことは、9以上になるのが10個なんです。じゃあ9以上にならないのは、全部で36って分かってるんだから、36から10引いたら26ですよね。こうやると簡単です。
でも確率が苦手な方なんかはちょっと周りくどくって分かりにくくなります、この説明。だからその場合は9以上にならないのを素直に数えてください。さっきみたいに1の時は 11OK12OK13141516OK みたいな、で2の時も 2122OK っていう感じで確かめていく。いいかな、9以上にならない時ね。でやると全部で36通りって分かってます。で9以上にならないのが26って分かったんでこうなる。で確率は絶対に約分忘れをしない、もったいないからね。これ2で約分ができるので18分の13でこれで終了となります。はい、あと2問ですね。な、もう15分か、まずいね。で次9の体積の問題です。問題見るとめんどくさそうなんですよ。ざっくり言うと、まあ、P と Q っていう、まあ、Q と Q がダブルでちょっとあれなんですけど、アルファベットの P のやつが半径2、アルファベット Q の方が半径3、この2つの体積を最も簡単な整数の比で表しなさいみたいな。でこれはですね、もう Q の体積覚えてるかどうかっていうとか、まあ、基本的に大事です。で公式ね、書きましょう。 Q の体積、これ不意に9来ると忘れちゃうんですけど、9は3分の4です、体積はね。で本当は πr3 乗って書きたいんですけど、自分日本語で書くのが好きなので、まあ π かけて半径を、これちょっと半でいい、3回かけてください。半径、まあよく言うんですけど体積の単位、もしセンチメートルを使ってたら立方センチメートルになるじゃないですか。この小学校からやってますよね、体積っていうのは3がつく。だから半径3回かけてねっていう。で、あと3分の4を忘れなければいい。これ4分の3とよく間違えるんで気をつけてください、3分の4ね。ちなみに表面積っていうのもよく出てきます。9、表面積っていうのは面積なんで、結局面積って平方センチメートルでしょ、センチメートル2じゃないですか、表面積は。だから半径2回と π と4をかけます。よく 4πr2 乗なんて言い方をしますけど、いいかな、それもセットでぜひね、よかったら覚えてください。で今回ちゃんと計算してもいいんですよ。まあ、計算してみようか、どうしようかな、してもいいんですけど、いやしよう楽できるんですけど本当は。まあ、しますね。 p いきます。これ半径2なんで結局3分の4、ちっちゃくてごめんよ、 π かける2の3乗だから8なんだよね。でも約分できないんで3分の8、32π になります、 p の方は。で q の方は3分の 4π で半径3なんで 3×3、 3の3乗で27で、まあ約分本当はしない方が楽なんですけど、しよっか一応ね。こう9で約分、9時36か。でこうなります。ちょっと狭いんで12ちょっとごめんね。で今 P と Q のこの体積の比を簡単にしろって言ってます。で P と Q 並べてみると3分の 32π対 36π になってます。こうなってる。もちろんこのまま書いたら×です、ダメです。でこれはまずそれぞれ π がくっついてるから π 切りで切ってしまいます。で分数があるとちょっとめんどくさいので両辺に3かけてください。そうすると32対で出なくなるんだけど108になります。108ね。でこっからなんですけど、32と108を何かで割ると、でいきなり4って気づけたらいいんですけど気づきにくいと思うので、まず2からいきましょう。2でやると16と54で、もう一回2で、あ、4で8でいけるのか、本当はもう一回2でいくか。8と27 4でいけなかったです、これでいいんだってなって、ここでもう約分できないから、これが一番最も簡単な整数比になるから、よいしょ、12番を書く、あ、いいか、あえてこっちに書こう。こうして答え8対27と、これで終了となります。でなんで PQ 出さなくてもいいって言ったかっていうと、それぞれ Q の体積求めるじゃないですか、片方半径違うだけなので、3分の 4π 共通なのね、両方には。だから結局体積の変わるところって半径しかないんですよ。で P の方は8じゃないですか、
こっち27じゃないですか。だからこれで言うと、ここをそのまま切ってしまえば8対27なんですよね。そう。だからすぐ出せるんですけど。でも今回は9の体積の公式をね、まあ、忘れてしまってた方も絶対いると思うので、その方が思い出せたらいいなと思ってね、これ使っております。さあ、長くなりましたがラストです。ね。ラスト ABC を振るのを忘れてごめんなさい。28度と65度が書いてあります。この AB、ごめんよ、ここね。ここ直径です。で、ABC の角度だからここか。ここ出したいんですね。じゃあ行きましょう。で、円が出てきたら、まあ、円周角ほぼほぼ使うんですけど、円が出てきて、直径が出てきたとき。直径ね。そしたら、ここ直径でしょ？で、それ使ってる三角形がほぼあるんですよ。こうやって。その時、ここ90度になります。90度。これ覚えてください。三角形、あと円の中にくっつくことを内接って言うんですけど、三角形に内接する三角形、くっついてるね。が、一辺が直径使ってる時、ここが90度になります。ってことは、左側65って言ってるんで、この部分、90から65引くんで、25度ってわかります。そこがね。で、次に円周角の定理また使うんですけど、よく自分がスタート地点っていう話をします。もし円周角の定理不安な方は、本編の方の中3のね、動画撮ってるんで、そっち見てください。ここをスタート地点で考えたとき、外に行ってるこの部分が円周角25度です。同じスタート地点から中心に向かって出てるここが中心角って言います。同じスタート地点から出てるので、中心角はここの2倍になるから50度ってわかります。ちょっとインク消えてごめんね。でわかる。で、あとはどうするかっていうと、ここの三角形、上のこれね。ちょっとあれだな。あ、まあ、赤使いたくないんだけど、ごめんよ。ここは28と50足せば78です。三角形の中身は180度なので、180から78を引いて、102度ってわかります。で、もちろんここが102なら、その反対側のここも102度です。対頂角だからね。で、X、もう仕留めてるよね。ここの三角形で勝負ができる。102度。この部分、25度ってわかってるから、ここの青はまずい。あと赤はまずいね。12番。最後三角形 X は、180から25と102を足して、127を引く。え、待って、これまずくない？あ、まずくない。これで、53度と、ギリかな。ちょっと線が出てねえな。ごめんよ。ぐだった最後。ちょっと上げるわ。180から127を引いて、53度。これで終了となります。まあ、もしかしたらね、もっといい解き方あったかもしれないんですけど、一応自分はこうやって解きました。で、何間違ったかっていうと、ここね、102度を自分なんか間違ってこの右側の外を102にしたんですよね。そう。っていう変なミスをしたんですけど、まあ皆さん気をつけてください。こんな感じでね、OK でございます。では、今回は高校受験対策の刺繍シリーズ第16弾をお送りしました。今回もね、ここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続き、まあ、刺繍だったりとか、他のね、単元も取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。